れ様。ちょっと待ってね。今日はりちゃんも最後の僕の太陽公演でした。そう、実は3期研究生全員集合してて、あの場にちょっと思ったよりもファンの方とも距離が近くてびっくりしたんだけど、そう、今日は僕の太陽公演を見に行ってました。実はこんばんは。とね、本当にもうリエもなんか私一番泣いた曲があってね、泣くよねあれ。本当にちょっともうやばかったわ。もう初めてだったから、自分の同期の子たちが、同期の子が卒業しちゃうって初めてだったからさ、ちょっとっていうのもあるのかもしれないけど、もうやばかったです。もう本当にって予想してほしい。リエが何の曲で一番泣いて感動して泣いてしまったかっていう。多分みんなはなかなかね、輸送つかんと思う本当に。夕日が多いんだ。も確かに夕日もね、夕日も確かに泣いたけど、それなんかね、分かんなくて、なんかすごい序盤に結構涙が出てきちゃう人みたいで、なんかもうランランランで大号泣しちゃって、ユイニャンとってか、そう、私が大号泣してユイニャンが先に連れちゃったんだけど、そう、なんかランランランでめっちゃ泣いてしまいました、本当に。そう、なんでだろうね、なんだろう、めっちゃなんて言うんだろう、青春っぽい感じの曲だからなのかな。そうで、なんかめっちゃ本当に感動でした。感動、うん、ねえ本当に。もうでもめっちゃ素敵な公演でした。ずっと他の公演を見に行ってみたくって、自分が出てない公演を見に行ってみたいって思ってたんですよ。だからそれもできたのも良かったし、そう、最後さ、僕の太陽さ、リサークコールがあったじゃないですか。なんかもうすごいびっくりした。あ、そういう、なんかもう本当に研究生は活動時代になっちゃうからさ、卒業公演がないじゃないですか。だけどもう本当にもう今日はリサ子の卒業公演でした。めっちゃもう素敵だった本当に。なんか当日券出てたみたいだけど、ほとんど席が埋まっててめっちゃ嬉しかったです。で、自分が出た公演ってわけじゃないけど、めっちゃ嬉しかったです。ほとんどのところに、ほとんどの席にファンの方がいて、もうあれは完売ですね。めっちゃ良かった本当に。いや感動でしたね今日の公演は。ね、後ろの方まで埋まってたよね、ちゃんと。本当によかった。僕の太陽の歌詞に、泣かないで僕の太陽ってあるじゃないですか。じゃあそこの歌詞がめっちゃ好きなんですけど、理由は、なんか自分が
泣いてて、で自分とかねファンの人が泣いてて、それにあのリサコがさ、あなんか歌いかけてるような感じがしてめっちゃ良かったです。そう今日3期生全員いたんですよ。あの出てない子たち、それでは出てない人なんですけど、あのもう一つのグループの方は出てないので、そうみんなで見に行きました。だから今日はもうあの空間だって3期研究生全員揃ってたわけじゃないですか、ステージ上と客席とかにそう、ねえビンゴと僕の対応やばいよね。なんかもう本当にあの2曲はでもずっと涙でした。本当にあれやのやのやの、それで公演後あのみんなであのご飯に行って、その後ちょっと遊んだんですけど、みんなでプリクラをプリクラ撮ったり、ゲームセンターで遊んだりして楽しい時間を過ごしました。そう3期生本当にみんな仲良しで、自分嬉しいです。なんかそういう同期に出会えたのが嬉しい。これはゲームセンターで撮ったなんかゲームセンターでなんか20円でプレイできるやつがあったんですよ。それでみんな夢中になって撮ってました。ゲームセンターでもうあっちこっち動き回ってみんないろいろ撮ってるのそうプリクラ撮ったんですよ。プリね、そうなんか14人いるじゃないですか14人がね、14人全員ね可愛く、しかもちゃんとねこの収まって入るのはなかなか難しかったなんかさちょっとほんと3年前ぐらいとかさあったんですよ、大人数用のプリクラみたいなやつが。だからなんか最近見かけなくって、そう大人数用のプリクラじゃないから、だからもう普通の2人とか4人とかやっとるようなプリクラに14人も入ったから加工反応してない人とかいるし、そうそもそもね入りきってなかったりしたんだけどね。でもまあ別にそんなね顔が事故ってるとかねそれはもうどうでもよくって、顔とかはどうでもいいんですそう本当に楽しかったですね。なんか毎回とかもそんな何回も会ってほしくないけどさ、なんか誰かがまた卒業しちゃうときはこうやってねみんなで集まりたいなって思います。今日のことは一生の思い出になるね。ね本当にもう一生の思い出です。ね、プリ事故ってたよね、それね結構思ったあります元気さん、僕大会仕事で行けなかったけど清水原さん生誕戦、清水原さん以後よくやった。あそうなんですよ、今日僕大の後清水原さんの生誕祭で会いました。清水原さんに今日ちょうど僕の太陽公演が終わった後に楽屋に行ったら、もう生誕祭に参加するメンバー先輩方がいて、から清水原さんにも会えました。ねえめっちゃ泣けたよね本当に。そう感動だった。今日は夕日も良かったよね。ねえすごい本当に、清水原さんが40歳目でアイドルやるって本当かよ、絶対嘘やん、もう信じないからそういうの。そうめっちゃぎゅうぎゅうにみんなピリクラでぎゅうぎゅうにそうでリサとも写真撮れたし今日よかったです本当に。みんなね
いい写真が。ちょっとでも今日のやつは何回か分けて投稿したいなとも思いました。結構あげたいものが結構たくさん、あげたい動画が割とたくさん、動画写真とか結構あるから、またちょっと分けて投稿しようと思います。そう、ちなみに今日から1日ね2投稿になるので、そう、しみさらさんが何、しみさらさん33歳ぐらいで選抜に入ってるじゃないし、どういうこと、40歳までやって33歳ぐらいの選抜。もうおもろいからな、本当に。でもなんか今日はしみさらさんね、生誕祭も本当は見学に行きたいと思ってたんですけど、そう、リチャー今日最後の公演だから、で多分その後結構公園の見学に行くのって本当結構前に行っておかないといけないんですけど、そう、そのリチャの僕隊の後にもしかしたら集まったりするかなって思って、そう、予定を入れないでおいて、そう、だからでもしみさやさんの生誕祭もめっちゃ行きたいから、が本当とりあえず来年は絶対に行きたいと思う。てか来年は見学じゃなくて普通にゲーム、一緒にステージに立ちたいです。一緒にステージで公演に出たいので。そう、だからもうね、リエが辞めるまでいてください。そう、エリオンはね初めて行きました。今日は初めてのエリオンホールで、めっちゃもうすぐもう隣にファンの方がいてびっくりした。めっちゃ近って思って、めっちゃ近。みさみさ、メール君に繰り返しの直接直筆メッセージいただき、あ、本当に嬉しい。なんかディエのことを、そのディエのやつ欲しい欲しいって思ってくれてるのが嬉しい。ありがとう、メイル君もミサミさんもありがとう、ゲットしてくれて、渡してくれてね。しみさやさんの生誕のお手紙ね、いつかね引き受けたいって書きたいです。てかでも一緒に生誕祭に出たいですね。そう、エリオンね、いやでも本当になんか、なんであんなランランランで泣いたのか私はちょっとよくわかんないんだけど、でもなんかランランランが一番泣けたんですよね。なんでだろうね、なんであれが一番泣いた曲なのか自分でも分かんない。でも絶対なんだっけ、僕の太陽とかビンゴとか、それこそ夕日とかの方がさ、曲的には泣けると思うんだけどさね。てか MC もねめっちゃね感動だったり、感動エピソードもあったし、面白いエピソードもあったし、強かったです。本当に楽しかった。いや、そういう、もはやずっと泣いてるね。そうなんですよ、ほとんどずっと泣いてるみたいな感じなんですけどね。そういう、ほとんどもうずっと泣いてましたって感じです。やっぱもうさ、一生ステージで一緒に立つことがないわけじゃん。そう思うとさ、結構やばい、やばいってか、こう、涙腺が、ばってなりました。そう、先生3期は、みんな本当に仲がいいからさ、余計ね、
1年も一緒にいた、1年よりは少ないかったけど、でもそれでも結構長い時間一緒にいたわけじゃないですか。だからね、ちょっと耳たぶなんかビヨビヨしたくなっちゃう。でもよかった、本当に。そう、梨紗子との思い出の MC がめっちゃよかったよね。リエもそれは思った。あそこ結構好きです。ねえ、いやでも多分本当に寂しいのは、多分今よりも森梨紗子がいなくなってしまった時が一番悲しいと思う。多分レッスンに行った時に梨紗子がいないっていうのが多分一番悲しい気がする。でもこれからはそうなるわけじゃないですか、じゃないですか。だからそれが結構悲しいよね。そんなこんなのね、梨紗がめっちゃ好きなんですよね。ダンスがキレキレでかっこいい。え、やっぱエディオンってステージ低めなんだ。そうね、クアトロがさ、めっちゃステージ高くないですか？よね。だからさ、なんかじゃあファンの方から見たリーたちってめっちゃもう下からアングルなんじゃない？クアトロって。そっか、クアトロが高いんだ。なるほどね。いや、そか、もうだってクアトロも超下から、超20アゴじゃないですか。20アゴで映ってるんじゃない、リーたち。ファンの方からって。こんなんなってそう。これ大丈夫？グビョーンってなってない？そんなに、でもリーたちもね、もう28日に僕の太陽公演ありますから。ねえ。でも一応まだ梨紗子は25が最終活動日だから、今日はまだあれだけど、今日は最後の公演だったけど、お話し会がまだ残ってるから、まだ会えるから。あさって？あ、そっか。いやー、もうあっという間だから、一瞬過ぎるから、本当にもうやだ、本当にもう困る。いやー、まあそうだよね、そんなもんだよねって。そうだけどね。そっかー、悲しい。でも今日でもなんか、ああいうさ、なんか最今日の僕の太陽とか最後もう完全にもう梨紗子のコールになったじゃないですか。ああいうのとかさ、誰が始めるんですか、ああいうコールって。ああいうのって誰が始めてさ、みんなでやるものなんだろうね。めっちゃびっくりしました。でも感動、すごい、ファンの方の団結力みたいな。すごい良かったです。
ああ、なるほどね。誰かがやったら線についてくみたいなね。そうなんだ。なるほどね。そうか、ああいうのを始める人すごいよね。なんかめっちゃさ、もうなんて言うんだろう、めっちゃ公演とかさ、いろいろさ、生き慣れてる人じゃないとさ、できなくない？そういうの。超絶かわいいなんとかとかさ。でなんかみんながたくさんコールしてくれるじゃないですか、公演の時に。いつもだからなんか自分もだ、なんかだんだん覚えてきました、コールのタイミングみたいなやつ。超絶かわいいリサコーみたいな感じのそのタイミングとかをなんかだんだん自分も覚えてきました。そう、アンコールもリサコだった。やばい、もう本当にそれめっちゃ素敵です。本当に超良かったです。皆さん最高です。なんかやっぱ3期だけの公演だとさ、あのコールがなんて言うんだろう、同じぐらいだったりするからさ、2人で歌ってるとことかなんかめっちゃいいなって思った。 2.5 期さんと一緒にやってる公演だとやっぱ 2.5 期さんのコールがほとんどだから、3期だけの公演だとああやってそう2つ聞こえたりするのめっちゃいいなって思った。なんかお互いのファンがファンの声が聞こえるって感じがめっちゃいいなって思いました。ねえ、でも 2.5 期さんもさ、もう昇格が決定したじゃないですか。だから僕の太陽公演もね、どうなるかちょっとよくわからんとこもあるよね。研究生公演だしさ、あと2分、本当に、あ、本当だ。じゃあちょっとそろそろ壇上を読みましょうか。それでは13位ホフマンさん、ありがとう。12位マシンガンさん、ありがとう。11位オイルマス元気さん、ありがとう。10位スケンマシンさん、ありがとう。9位大ちゃんさん、ありがとう。8位ルバーさん、ありがとう。7位ミサミさん、ありがとう。6位トウモロコシさん、ありがとう。5位ヤーシキャキさん、ありがとう。4位高山さん、ありがとう。3位リザ48さん、ありがとう。2位クマニポポさん、ありがとう。そして1位はマッツさんでした。ありがとうございました。今日はゲーセンで撮ったやつです。20円で撮りました。ありがとうございました。それでは皆様おやすみなさい。また明日明後日し明後日に会いましょう。バイバーイ。おやすみ。今日は僕の太陽公演ありがとうございました。またね。あ、25日お話し会でお会いしましょう。広島で待ってます。ありがとう。あさってね、あさってよろしくね。こちらこそ。バイバイ、またあさってに会おうね。